一度も刀を振るったことのない彼女がずっと私のそばにいるかのように認めましょうあなたのその新たな意志は魔猛によって生まれたものではないもうあなたの規則を修正する行為を妨げるつもりはありませんこれからもこの身はあなたの協力者ですもう変えることのできない規則を作りはしません あなたはこれまで私の過去を表す存在でしたしかし今日からはあなたが私ですまことはただ一度たりとも私を武器とみなしたことなどありませんでした私も決してあなたを道具とはみなしません <laughs> 本当に変わったようですねこれが人間のよく言う成長というものでしょうか わかりました私があなたの影となりましょうかつてあなたが真の影であったように私の行うべき責務に変わりはありませんしかし武者として今後もこのような戦いの機会があることを期待しています勝負そのものについてはまだ不服とそういうことですかい,いえただ 今までに感じたことのない新しい感覚だったからですあれはもう戦いは終わったのかこれで本当に全部終わったんだよな<っ>こんにちはエイそれからこれを見届けている者たち私はライデンマコト かつて責務を全うすることができぬまま散りあなたたちにあまたの厄介事を残してしまった前代の雷神と私は今とてもうれしいわあなたならきっとここまでたどり着けると信じてた私は無双の一心へとかすかに意志を残しておいたのあなたがその力を全て発揮した瞬間私が現れるようにね どうしてこんな回りくどいやり方をしたのかそれはあの時のあなたが自分の考えを信じて疑わず何も聞き入れようとしなかったからよただ私にはあなたの考えが変わるまで待つ時間がなかっただからこのような形であなたを待つことにしたのどうか許してしかしそんなこと私には一度も全てが急すぎたのよ 本当にごめんなさいいきなり稲ナズマをあなたに託さなければならなくなりずっとあなたに悪いことをしたと思っていたわあなたが無双に固執しないためにももともとこれらの道理は私が順を追って教えていくはずだったのにあの時カーンルイヤで起こることが分かっていたのですかええ多少ねどの属性の失踪にとっても あそこは無視できない存在だから今の私にはもう時間を感知することができないこの再会がどのくらいの時を経たものなのかそしてその間に稲妻で何が起きたのかわからないけどそれでも私は知っているわあなたはきっと幾度となく涙をこぼしそうになりながらとても険しい道を歩いてきた 幾度となど私を見くびらないでくださいほら認めてるじゃないそういった可能性も考えてあなたに贈り物を残しておいたわ稲妻の苦痛を和らげるためにねこれを受け取って私の最後の意識が消失する前にでも最も重要な一歩はあなた自身の手でね 種になった民を守る奇跡の木今は誰も見たことのない未知の存在いつ現れるのかどこで発芽するのか全てはそれを生みし者の心と夢次第命を授けてあげてヘイまさかこれは 夢は一つ一つの節目を輝かせるこの2つが出会うことで神王は天理の金庫から解放され漆黒の中から咲くのそして悪夢は消え去り現実は良き方へ私たちの望む光景も依然と先に残念だけど私は稲妻の未来を見届けることも。 あなたと一緒に行くこともできないわ知ってるエイ私今とても嬉しいの最後の願いも叶ったからあなたのなぎなたは無数の最悪を払ってくれたずっとあなたには申し訳ないと思っていたの些細なお返しだけどあなたが目覚め新たな出会いを迎えるまで 神王があなたのために時間を稼いでくれるわどうきっともう役に立っているでしょ今度こそ本当にさようならねえい,えいさようならまこと 現在の映画自らの意識空間に信用を植えそれが過去の稲妻で発芽したそう簡単には信じられぬ実に奇怪な話じゃこれらは全て誠の力です永遠に関して彼女の理解は私より深いものでした永遠は時間と密接に結びついた概念です永遠に触れれば時間の概念が曖昧になります 時間そのものに意味はなく条理によって解釈することも不可能なるほどこれこそがわらわの感じた乱流じゃったわけかもしかすると何時らがあの時間に無事戻れたのはそれが原因だったのやもしれぬなじゃがあの乱れた感覚はもう消えておるまだ私も完全には理解できていませんただ全ての根源があの種であると 私の直感が伝えていますわらわはそうは思わぬ誠の力であればもしかするとあなたが何を考えているのかは分かります確かにとはより高度な力を有していたかもしれませんですが何がどうあれ彼女のこの方法は最後の最後で私たち全てのものを守ったのですもし信用がなければ 稲妻は何百年も前に災いと汚れによって飲み込まれていたかもしれません汝が信用に奇妙な感覚を抱いておるのは知っておるじゃがわらわから言わせれば信用はずっと存在していたんじゃ昔汝はこの信用が真の意識空間とつながっていることをわらわに証明しようとしたが残念ながらうまくいかなかったそうじゃろええ ですが今わかりましたあの時はまだ神王が植えられていなかったのですでもあの木今の姿とは全然違うと思うぞ神王はわらわの縄張りに植えられたものじゃ当然わらわの好みに合わせて剪定しておるに決まっておろうええそんな勝手にやっていいのか冗談じゃよ発芽してから今まで この木は数多くのことを経験してきた。狐が精魂込めて世話してきたおかげで、今の形となったのじゃ。わらわと完全に無関係というわけでもないぞ。ナンジラが空間を離れてから再び入るまでの間、時間は少ししか経っておらんかった。なのに内部の戦いはすでに何百年も続いておった。そうじゃな。わらわが思うに、旅人。 汝はわらわの言いつけ通り自身の願いを心の中で念じておったのではないかあの時わらわは A の居所を感知した。